意味わからない広告を見つけてしまいました。誰もそのダンクを作っていない。どういうことだよ。言葉そのまんま、誰もそのダンクを作っていないみたいです。そうか、誰もそのダンクを作っていないのか。で、どういうことだよ。フープワールド。ジャンプをタップします。高いとこからダンクするようですね。フリップに四角四角ゲル。わけわかんねえよ。なんだよ四角四角ゲルって。ともかく回転。四角んく四角のリリース。よくわからないままゴール。レベル4。四角ったり、四角ったり。このゲーム四角ばっかだな。まあ、クソゲーあるあるですよ。四角こんなに鉄道の強い四角は初めてだけどな。回る回数、最高得点に達すると、すごい主張の強い四角が現れるみたいです。今回は5回だぜ。二四角ったり、三四角ったり、五四角ったり、四角属する。お、異世界ゲートが開いてますよ。どこにリングあるか見えないぜ。回る回数で大体の距離はわかります。四角なぜか車がくるくる回ってるぜ。どういう妨害なのかさっぱりわからないのが逆にすごい。トランポリン跳ねるから車邪魔になってないぜ。お腹で着地しても跳ねられます。四角車に引かれたー。よく見るとなぜか人間車に押されて滑ってるぜ。なんなんだこれ。レベル11、ゴールの位置わかりやすいぜ。しっかり高くジャンプ、あとは回転を増やして、6回を超える。ドヤー。ゴールぶっ壊してんじゃねえか。ダンクの威力が強すぎて耐えられなかったようですね。人間くくりとも動かないぜ。レベル15、何やら青い世界、これはなんだ？マジでなんだ？レベルに失敗しました。不死角。あのクラゲみたいなやつ、トランポリンなんじゃないか？ということは、ここは海の中。おお、トランポリン波の跳ね具合。ゴールはどこにあるかわからないぜ。おそらくゴールは違う世界。クラゲに跳ねて移動します。遠いからめちゃくちゃ回転できるぜ。これで元の世界へ。見えた、リング。おやー、もはやいきなり異世界。異世界近すぎるだろ。さて、この中はすぐにゴール。うわー、なんでリングに貫通してんだよ。時代は一歩で異世界。もう最初から異世界でいいだろ。なんだこの青いの、ウォータースライダー。バスケ全く関係ねえじゃねえか。で、落ちる落ちる落ちる。なんとかカーブ踏ん張ってくれ。あダンクシュートを決めるには、水のないウォータースライダーを滑り切る必要があります。普通に長い滑り台って言えばいいだろ。ここのカーブに振り切られないように、なるべく浮き上がりを防ぎ、あとは直線。バスケコートあるのに越えていくのかよ。ゴールはもっと遠く、見えました。遠くの木のリング、ぐるぐる回転して